マイスカイ交通は埼玉県三里市を中心に路線バスを営業するバス事業者である。本社は三里市に所在するノンステップバスノンステップバス三里市にある運送会社白石海油が設立したバス会社である。埼玉県三里市における交通空白地域の解消のために三里市のバス路線再編計画により 2002年に創業した。したがって、同社のバス路線は、コミュニティバスとしての性格が強い。2004年より、草加市、2005年より、八シ市でも運行を開始。2011年1月現在、三里市中心に運行している。2013年7月現在、パスもスイカは導入されていない。三里市、八シ市、草加市、越谷市、 吉川市のそれぞれのローマ字の頭文字を組み合わせて英語読みしたものである。2002年9月に小型車日野自動車製4台と三菱自動車工業製2台合計6台の車両を使用し、前車は三里駅金町駅間に使用、後車は新三里駅新三里東循間に使用されていた。その後の増備車両は、 日野自動車製のみになり、2021年7月現在、日野自動車製小型路線バス、中型路線バス、貸切用マイクロバス、貸切用中型観光バス、9メートルを使用している。また、2008年3月頃から、マイス開交通発のラッピングバスが誕生した。開業当初の車両の6台は、途中で LED 方向幕に変更された。路線バス、 貸切バスの車両の入時期は車両の後ろ側側側面に4桁の数字で判別できる。当社の路線バスは全てノンステップバスである。また、塗装は青色一色である。ありがとうございます。